解説の霊夢です。アシスタントのマリサだぜ。このチャンネルでは、第二次大戦の兵器を中心に解説しているよ。戦前戦中の雑誌なんかもあるけどな。今回は、ドイツの機関砲 MK108 について、解説するよ。あの30ミリ機関砲だな。戦争後半から戦闘機に積まれて、連合軍の4発重爆撃機に対して、猛威を振るった機関砲だね。多くの B-17 や B-24、ランカスターが、これにやられたんだな。その MK108 について掘り下げてみるよ。お願いします。この機関砲は、1940年に、ラインメタルボルジ社が、社内のベンチャー企画として開発していたもので、1942年に、ドイツ航空省 RLM の、航空機用代行型機関砲の要求に応じて、これを提出。RLM がテストしたところ、連合軍の重爆撃機の攻撃に適していることが確認されて、採用されたよ。なるほど、最初はラインメタル社が独自に開発していたのか。この機関砲の特徴は、なんといってもプレス加工を多用した。シンプルな構造だね。見た目もコンパクトだな。全体の8割はプレス加工として、部品点数も最小限に抑えることができたよ。ドイツの工業技術の高さが伺えるな。これで、コンパクトで生産性が良好、信頼性も高い機関砲となったよ。全長、1057ミリ、重心長、580ミリで、重量が58キロとなっているよ。同じラインメタル社の30ミリ機関砲、MK103 は、全長、2335ミリ、重心長、1200ミリ、重量145キロとなっているよ。MK108 の方が、だいぶ小型で、重量も90キロくらい軽いのか。MK108 は、API ブローバックで、作動する機関砲だよ。普通のブローバックと違うのか？ API ブローバックは、ボルトが砲弾を薬室に押し込む前に、雷管を発火させて、推進薬に点火するんだよ。どうしてそんなことをするんだ？薬室が閉鎖される直前から、推進薬を燃焼させて、後方へのガス圧を発生させることによって、ボルトが前進する慣性力と相殺させるんだよ。これで発射ガスが、薬室からほとんど漏れることなく、砲弾を発射できるということだよ。ボルトが薬室を閉鎖してから、雷管を発火させるとダメだということか。閉鎖後に発火させると、砲弾が砲身を出る前に、ボルトが後退して、薬室から燃焼ガスが大量に漏れるんだよ。これを防ぐには、ボルトを非常に重くしたり、スプリングを強力にする必要が出てきて、発射速度に影響が出てくるということだよ。なるほど、ボルトがスプリングで前進する慣性力を、うまく利用しているんだな。これはエリコン社の20ミリ機関砲、FF 型もこの方式だよ。あの冷戦に採用されたやつだな。いろいろと制限はあっても、小型軽量化には適した作動方式ではあるね。この機関砲の開発で優先されたのは、小型軽量で、できる限りシンプルな構造にすることだったから、犠牲になったこともあるよ。どんなことだ？初速が非常に低いことだよ。どれくらいだ？540m/s だよ。これは MK103 の 860m/s または 960m/s と比べると、だいぶ遅いよね。確かにかなり遅いな。これは API ブローバックでは、薬室内の圧力をできるだけ低くする必要があるのと、発射速度を上げるため、重心を短くしたかららしいよ。発射速度はどれくらいだ？毎分650発だよ。この速度は、MK103 の毎分380発または420発と比べると、だいぶ速いよ。発射速度は、なかなかだな。弾道性能は犠牲にして、発射速度を上げたらしいよ。航空機用機関砲だから、発射速度が速い方がいいけど。この初速だと、結構接近する必要があったんだろうな。同じように初速の低い、冷戦の黒式1号銃に関して、あの坂井三郎氏の著書、大空の侍には、弾道の直進性が低いことに、非常に不満があったことが、書いてあるから、これも同じように、接近しないと、なかなか当たらなかったのかもしれないね。まあそれでも、威力があるみたいだからな。後で説明するけど、威力は相当なものだよ。そうだろうな。この機関砲は、4発重爆を攻撃するのが目的だから、威力があることが重要で、弾道性能には目をつぶるということだね。あれもこれも満足させるものは、望めないということか。もう一つの特徴は、この機関砲は、電気発火式になっていることだよ。電気発火式？
電気で発射するのか？砲弾の底の雷管を激震で撃って、発火させるやり方ではなくて、電気発火式の雷管に電流を流して、発火させるんだよ。どうやるんだ？このように、ボルトと本体に、接点がついていて、ボルトが前進すると、接点同士が接触して、その瞬間、雷管に電流が流れて、発火するんだよ。その仕組みは、雷管の底から、電流がイグナイターに流れると、これが瞬間的に高温で発光して、点火薬に引火。そして発射薬を燃焼させるようになっているよ。雷管を叩く激震がいらないから、構造が簡単にもなるんだな。発火のタイミングを調整しやすいという、メリットもあるみたいだよ。電気発火は、なかなか高度な技術みたいだね。次は、砲弾についてだよ。機関砲の砲弾は、この機関砲用に開発された 30×90RB 弾が使用されているよ。薬莢が短くて、リムが直径より小さいんだな。薬莢が短くてリムの直径が小さいのは、API ブローバック方式の制限によるもので、砲弾をあまり長くできなくて、ボルトが薬室のちょっと奥まで入り込むけど、この時、砲弾を引き抜くエキストラクターというパーツも、一緒に入り込むから、直径より小さいんだよ。いろいろと制限が多いな。この砲弾の特徴は、薬莢が鋼のプレス加工で作られていることだよ。普通は真鍮で作られているんだよな。さらに、ミーネンゲジュスという、八国弾頭の榴弾も、プレス加工で作られていて、厚みが非常に薄いために、大きな空間ができて、多くの作薬を詰めることが可能となり、高い威力を発揮したそうだよ。ドイツのプレス加工の技術は、優れていたんだな。他にも数種類の砲弾があるようだけど、主に使われたのは、ミーネンゲジュスと、焼夷榴弾という、遅延信管付きの砲弾だよ。遅延信管、つまりちょっと遅れて作動する信管だな。この信管を使うと、機体表面を貫通してから、内部で炸裂させることができるよ。撃たれる側にとっては、内部で爆発するのは、怖いよな。想像すると、ゾッとするよね。信管の仕組みは、触発信管の場合は、このように雷管と激震とスプリングが、セットされていて、ボールでロックされているよ。発射されると、遠心力でボールが外側に動くけど、まだロックの状態になっているよ。そして命中の衝撃でロックが外れ、激震が雷管を撃つよ。命中しなかった場合は、回転が弱まり、ボールのロックが外れ、スプリングが解放されて、激震が落ちるよ。うまくできているな。遅延信管は、雷管が2つ入っていて、命中して1つ目の雷管が発火すると、火炎が本体の周りの小さな隙間を、ぐるっと回って、もう1つの雷管に到達して、発火させるようになっているよ。なるほど、火炎がぐるっと回る間に、時間稼ぎをするんだな。ほんの一瞬だろうけどね。よくこんな方法を思いつくもんだな。火炎が通る隙間の間隔とか、精密な加工がいるんだろうね。MK108 は1943年夏に、メッサーシュミット BF110G2 型と BF100GG6U4 型に搭載されて、運用が始まったよ。この砲弾は、弾頭重量 330g に対して 85g もの削薬が入っていて、これは通常弾頭重量の1割と言われる削薬量に対して、2割以上というかなりの量だったよ。これは爆発力が大きそうだな。米軍の4発重爆に、4発から5発命中すれば、撃墜できたそうだよ。これが戦闘機だと、1発で十分だったらしいよ。ちなみに MG151、20mm 機関砲だと、20から25発必要だったよ。その代わり低初速だから、かなり接近する必要はあったんだろうな。絶大な威力を発揮したのは、シュレイ・ゲムジークとして、夜間戦闘機に装備された MK108 だよ。あの斜めに装備されたやつだな。米軍のランカスターや、ハリファックスなどの8割は、これで撃墜されたと推測されているそうだよ。敵機の降下砲からの攻撃なら、ガンガン命中しそうだな。4発から5発命中させればいいから、発射位置につければ、ほぼ撃墜できたのかもしれないね。次は、米軍がテストした、MK108 の威力だよ。鹵獲した MK108 を、スピットファイアや、ブリストル・ブレニムに向けて発射して、その破壊力を記録しているよ。これはすごい威力だな。スピットファイアの機体が、真っ二つになっているぞ。ブレニムの機体内で炸裂する様子が、ものすごいよね。
確かに戦闘機なら1発。4発重爆でも4、5発で撃墜できるというのも、納得だよな。この機関砲の発射音に、連合軍の爆撃機の搭乗員は、恐怖感を抱いていたというよ。いやこれは怖いわ。これは B-17 が、ME-262 の MK-108 機関砲弾によって、受けたというダメージだよ。これで帰ってくる B-17 もすごいけどな。これを見ると、MK108 の 30mm 機関砲弾の威力の大きさが、実感できるよね。搭乗員とか地上員が集まっているけど、みんな不安そうな表情だな。次は自分の機が、こうなるかもしれないからね。MK108 は、多くの戦闘機に搭載されたけど、これで連合軍の爆撃機を排除することは、できなかったんだね。護衛戦闘機がつくようになったら、なかなか爆撃機に近づくことができなくなってしまったみたいだからな。そもそも爆撃機の数が、半端なく多いというのもあるけどね。今回もご視聴、ありがとうございました。